ズイーバット村とは、イランのラザビー・ホラーサーン州、ゴナーバード郡、カフク市にある村である。2006年の国勢調査によると、人口は1701世帯4243人。ズイーバットとは、美しいという意味。フェルドースイーのシャーナーメにある有名な古代の都市。シャーナーメでは、イランとトゥーラーンの間の12の戦いと呼ばれる有名な戦いの舞台であった。ズイバットには、 1600年以上前の古いカナートもある。サーサーアンアサのズイーバット上イズイーバットは夏季の点で有名である。カリステネスによるとペルシア人は紀元前328年に水時計を使用して農業用管外のためにカナートから株主に水を公正かつ正確に分配していた。特にゴナーバードとズイーバットのカナートでの水時計の使用は 紀元前500年にまで遡る。後にノールーズやヤルダーなど、イスラーム以前の宗教の正確な祭日を決定するためにも使用された。ペルシアでフェンジャーンと呼ばれた水時計は、より正確な現在の時計に置き換えられるまで、農民が考えのためにかなあと、または井戸から水が供給されるべき量、または時間を計算するために最も正確で一般的に使用される。 刑事装置であった。聖なるキアルダー、ノールーズといったイランの祭事が伝統的な特別の習慣で祝われている。ズイーバッドさんはズイーバッドにあり、ホラーサーンで2番目の山である。ありがとうございます。